科学の目でスイングを覗いてみれば、あなたの練習課題が見えてくる楽園の練習場。今まで1万人以上のスイングデータを解析してきましたが、アマチュアの悩みはスライスボールが圧倒的。そこでボールが曲がるのはなぜか、その根本を知ってほしいと思います。はい、アマチュアゴルファーの約7割がですね、スライスで悩んでます。でそのズバリ主な原因はですね、当たる瞬間フェースが開いてるからです。サイエンスフィットで、データを取りますと、スライスする人はですね、約8度ぐらい当たる瞬間、オープンフェースになってます。でこれを修正すればスライスはなくなります。スライスの原因はインパクトの時、打ち出し方向に対してフェースが開いている、これが全てです。インサイドアウトに振れとよく言いますが、インサイドから振り下ろしてもインパクトでフェースが開けばスライスします。ではなぜ開いてしまうのか、その原因を教えましょう。でその開く要因はですね、ズバリ3つあります。まずは構えた地点、アドレスでフェースが開いてしまっている。でこれはグリップに非常に問題があります。でもう一つはテイクバックで少しこう開きながら上げてしまう。で3つ目はですね、回転がリバースといって左右という形でインパクトを開いてしまう。この3つがですね、どれか必ずスライスの要因にはあります。スライスするのはアドレス時点で問題がある、テイクバックに問題がある、そしてリバースピボットといわれる軸ブレ、このどれかです。グリップ、アドレスの状態で開いてしまっている。アマチュアの方の多くはですね、このグリップ、シャフトの上に親指を大体乗せます、乗せよう。で右手がこのままかぶってきます。あと必然的に右肩がこう前出ますので、実は、フェースはまっすぐ向いてますから、肩がこう出てしまうと戻すともうかなり開いてしまっていると。本人はこうかぶしてるんで見えないんですけど、肩を戻すと開いてしまっている。これが、グリップのですね、一番、悪い要因。右肩を出て左がウィークグリップで、このまま、打ってみます。ウィークグリップにしてしまうと、インパクトでフェースは開きやすいのです。特に右手をかぶせたグリップは右肩が出てしまい、体の正面でインパクトするとフェースが大きく開きます。後方から見てアドレスで右肩が出ている人はグリップをチェックしてみましょう。この修正方法としてはですね、実は正面で握るんじゃなくて、この状態ですね、クラブを横で握る。でこのまま、グリップエンドを体の前、フェースは12時にしていただいて、で自然にこういう形でですね、左手を添えます。そうするとさっきとは逆に若干フェースが閉じたような形になります。でこのままフェースをスクエアにして右手を添える。あとさっきの構えとは、逆のややかぶった、左グリップに右が出なく、この状態で打つとフェースが開きにくくなりますので、右サイド最後こういう形で握って、この状態で打っています。いわゆるストロンググリップ、フェースが開かずボールが捕まりやすくなります。じゃあ次ですね、バックスイングで、構えはいいんですけど、バックスイングでこう早い段階でローリングしてしまう方が、非常にやっぱ多いです。早い段階でローリングで、なるべくですね、時計の針でいうと6時から8時ぐらいまではやっぱりこのローリングっていうのはしない方がですね、いいと思いますので、なるべく体と手が同調するような形、時計の針でいうと8時ぐらいまでですね、ここまでは手首のローリングを使わず体で上げていくような感覚で、その後に少しずつこう畳んでいくと、こういう、スイングをですね、していただくとテイクバックでですね、開くことが修正されています。ドリルとしてはですね、こういうボールなんかをですね、少しこう挟みます。で、テイクバックでですね、こう開いてしまうとローリングしてしまうとボールが落ちますので、まあフルスイングは、しなくていいんですけれど、はじめですね、このボールを、つけたまま少しこういう形でですね、スイング練習していくと手首のこうローリングはですね、少なくなってきますので、
これもちょっとお試しください。時計盤の8時あたりまで胸と腕が同調するようにテイクバックしてみましょう。挟んでいるボールを落とさないように上げていきます。ボールを打つときは腰から腰までのハーフショットで感覚をつかんでください。スライス3つ目の要因ですね。体の回転がですねリバースといって、テイクバックでこの右の腰が出て左肩が落ちてしまう。でこの反動で次行けませんから右に残ってフェースが開くパターンがですね、これも非常に多いパターンです。でこの修正方法はイメージはですね、この右腰のラインが出てしまうと左肩が下がってしまいますので、この右の腰のラインが出ないようにこの上半身左肩を回していく、この形が作れるかどうかです。このタイプの人におすすめのドリルはキャディーバッグを使ってスイングします。少しこの辺ですね。で、こう出てしまうとキャディーバッグにつきますので、なんとなくここに何かあるようなイメージで、で肩の回転で上げるような練習、肩の回転で上げるような練習、こういう練習をしていくとですね、左肩が落ちるような、リバースピョットっていうのが少なくなってきます。また、どうしてもちょっとイメージが体が回らない硬い人とか回らない人なんかは、逆にですねバックスイングで右のお尻を後ろに下げるようなイメージ、右のお尻を後ろにこうキャディバッグを押すようなイメージでやるとリバースピョット治ってきますので、さあスライスに悩んでいる方どのタイプなのかチェックしてみましょう。